はい、旦那どうも、かわいいです。10月の31日。で、今日はね、ニンニクの植え付けもやっちゃおうと思います。で、ニンニクはね、今、宮本さんと一緒にたくさん植えてるんで、まあ、省こうかなと思ったんですけど、一応、このマルチを使わない、私がずっとやってるやり方の、ニンニクの植え付けと、5月か6月にやったガーリックブレードって覚えてますかね？ニンニクアミアミするやつ。私、勝手に剣の方だと思って勘違いしたんですけど、ガーリックブレードで保管していた、種ニンニクがどうなったかっていうのも今お見せいたします。それがこちらです。はい。しっかりしてるんですよ、これ。これね、結構いいやつはもう売ってしまって、これ中でも割とちっちゃい方です。残したのはね。無農薬無肥料でマルチなしでこれだけ大きくなったら上等なんですけど、もっといいやつありました。動画よかったらご覧ください。で、これはね、家の玄関先というか、まあ室内ですね、に、5月、6月からなんで、まあ4ヶ月ぐらいは吊るしておきました。でもね、常温で吊るしておいただけも全然大丈夫です。虫も特に湧かず。で、一方、この、編めずに置いたやつ、ばらして保管しておいた種ニンニクもあります。それがね、まあちょっと今分けたけど、これなんですよね。で、比較的まとも、マシだったやつはもう植えちゃったんですけど、これね、中がね、スカスカなんですよ、これ。干からびちゃいました。これ。中がかびてたり。で、これね、この大きいやつほどカラカリになってるんですよね。中がかびたり。で、ちっちゃいやつの方が保存性は良かったです。こう、ちっちゃいやつね。身がしっかりしてるんですよ。で、残ったやつも大体小さいのが多かったです。でかいやつは大体、このね、ゴロゴロで保管するとしなびてダメになっちゃいましたね。うん。虫が入ったり、カビが生えたりね。なので、食用とか飾り用でもこのガーリックブレードにするのはいいですし、まあ、保管用としても、かなりいいということが分かりました。冷蔵庫で保管してあるね、種ニンニクを最近買ったんですけど、それとね、遜色ないぐらいでした。うん。なので、常温保存する場合、まあ、干す場所、保管する場所があるんでしたら、ガーリックブレード、すごいおすすめなんで、よかったら、来年やってみてください。編み方はね、もう動画にしてあるんでね、それを見て、やってみてください。じゃあ、あと、ここからね、ニンニク植えていきます。あ、ちなみにですね、ちょっとニンニクの種の種類の説明をしておこうかな。はい、ニンニクの種類についてお話しします。ニンニクの種類大きく分けて、寒地系と暖地系、寒いところですね、寒いところと、暖かいところで分かれるのはご存知でしょうか。で、私、この、まあ、愛知県はね、暖地系でやっております。まあ、寒地系のは、冬の間に、雪が降ったりして、その、休眠期間が必要な品種だったりします。だから、暖地で育ってあんまよく育たないんじゃないかなと思っちゃうので、ここでは暖地系を育ててます。で、暖地系、暖かい方でもいろいろありまして、で、今回、その、たくさん、購入して育てる種に、採用したのがね、まあ、ちょっと手に入れるのが難しかったので、こちらです。これはね、上海カテイ種。ちょっと字が難しいんですけれど、中国のね、カテイっていう地方があるのかな。で、その地方原産の中国ニンニクですね。で、この、暖地系ニンニクの原種に近いのが、このカテイ種らしいです。で、まあ、よく見る中国産とかのニンニクは、この中で真っ白ですね。で、ほぐすと、だいたい、鱗片が12個前後になって、1個1個は結構細かいです、こんな感じ。バラすとね。で、大小様々いろいろあります、こんなちっちゃいのとかね。というのが、この上海カテイ種の特徴です。で、私がね、自家採取続けてずっと栽培してきたのが、これでして、購入した時の記憶はもう忘れちゃったんですけど、確かね、生きニンニクっていう名称のやつを買った覚えがあるんですよ。で、それも調べてみたら、生きニンニクというのは出てこないんですけど、一周ニンニク、生きの胃に、その周、一周ニンニクと読むかわかんないんですけど、そういうのが出てきました。で、鱗片の数がね、このように、2、4、6個。だいたい6個ぐらいなんですよ。で、これ綺麗に分かれるんですね。ただ、これはね、寒地系の青森の福地ホワイトロペンとかではなくて、暖地系のものだと思われます。で、ただ、さっきの上海カテイ種のように小さいのが出ないんですよ。で、一個一個の粒が比較的揃ってできるんですね。なので、私これを、栽培してたんですよ。多分、上海カテイ種から、まあ、日本とかに渡ってきて、各地進化する中で、長崎県の中でこう、長崎っていうのかな、南の方で育っていって、で、そっちの方の気候風土に合わせていったら、こういうものができてきた。そういうニンニクじゃないかなとは思います。なので、まあ、この、上海カテイ種を植えても、自家採取を繰り返したらこっちが増えてくるんじゃないかなとは思ってますし、実際この、今回ね、種をね、だいぶばらしてみたんですよ、こうやって。植える前にね。まあ、ばらさなくてもよかったんですけど、で、ばらしてみると中には、時々、基本的にはこう、真っ白なんですけど、時々赤いやつがいます。赤とか紫色したやつね。
だそれがね100個とか200個に1個ぐらいの割合で入ってるんで、やっぱそういうやつからこういうものができてくるんじゃないかなとも思います。まあ、いずれにせよね、今回たくさん育てるのはこの上海家庭種を中国産ですねの特別栽培、現地の企画で農薬とか化学肥料の使用量半分以下にしたやつを使っております。でとりあえずね今回販売したでも全然種が残ってないんだけど、とりあえず私がずっと保存してきた種取りしてきたやつもまた種用にしようと思って増やそうと思います。やっぱね、こっちの方がね、なんか、綺麗というかね、この粒がね、やっぱこの大きさで育ってくれてる方がありが、使いやすいんで、なんで今年栽培しても、これはね、来年販売はできないと思うけど、またちょっと増やしておこうと思います。こんな感じでね、揃ってるんですよ。はい、ということで、こっちは種、ピースワン1号地に、いつも通りのマルチも使わない自然農法で、自然農家自然農で植えていこうと思います。はい、ニンニク植える場所なんですけどね、これ、畑の端っこです。で、ここ今、表面の草を、最近愛用してこの草削り、口型草削りこう削って伸ばしてるんですけど、ここね、チガヤっていう多年草っていうのかな、多年草で地下茎が残るやつがね、生えてるんで、ちょっとそれ取ります。地下茎だよ、これアスパラが生えてるんですけどね、アスパラ残しておくよ、食べるから。そのまま植えてもいいんだけどね、このニンニクとか玉ねぎは全部ね、雑草に弱いので、なるべく特にね、その多年草で根がかなり強く張っちゃうような草はあらかじめ取っておくのがいいと思います。まあ、ここはちょっとね、腐食がいっぱいあるから土は比較的肥えてきてるんじゃないかなと思いますけど、まあ、あとこのギシギシなんかも生えてくるんで、そういうのも取っておきます。ギシギシは葉っぱかなり広げちゃうからね。なので表面削ったら今度はビッチューグワで掘り返します。で掘り返すと土が結構中に空気が入りすぎちゃうんで、後で鎮圧かけるためにこの平グワで上から叩きます。掘るとこれちょうど出てきましたけど、これね、これチガヤだと思います。こんな感じで上にはこのススキのちっちゃいやつみたいな葉っぱが入るんですよ。イネ科っぽいやつね。で下の方にこういう風に根っことこの太いやつ、地下茎が土の中に残ってて、ここからまた新しいのが出てくるんですよ。竹とかそういう竹とか杉菜みたいな感じですね。なのでこれをなるべく取り去っておきたいと思います。葉っぱも強いしね。その作業をしてここをニンニク植えられるようにしておきます。はい、それでは植えていきます。まあ、ニンニクの場合は上間も株間も、まあ、15センチずつぐらいで植えればいいので、まあ、正方形がね隙間にいっぱいできるみたいになるんですよ。方眼紙っていうのかな、方眼紙みたいなところに置いていくようなイメージでいけばいいので、別にこう東西とか南北の向きとかあんま気にしなくてもいいんですけど、ただここで私の場合はそのマルチを使わないので、草取りをしやすい向きにします。というのも、この畝がこうあるじゃないですか。で、手をこうやって伸ばしたいんですよ。なので、この向きで筋を作る感じ。で、この筋が15センチから20センチぐらい、私で広げたら20センチぐらいなんで、だいたいこの広げた感覚で植えていく。で、この向きに株間をちょっと詰め気味でも10センチぐらいでもいいかもしれん。10センチぐらいピッピッと、こう。最近開発したこのやり方ね、手をこうやってはかりにするっていう、これでここに植えていきます。はい、で植え方はこのまあこれとんがってる方を上にしてください。まあニンニクとしてできてた時にそのまま植えるみたいな感じなんだけど、ニンニクの玉で収穫した時に根っこが生えた方を下に向けます。まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、これまあ知らない人はね逆に植えたりする場合もあるんですよ。実際先日ね、お手伝いに来てもらった方もどっち植えれるんだろうみたいになってたりしたので、なので、この、とんがってる方がベスト。ただ、ニンニクの種類によってはどっちもとんがってたりするんで、そういう場合よく見て、この、なんていうかな、根っこがついてた方を見極めてください。で、植える深さも、ニンニクの頭が出るぐらい薄くしちゃうと芽は出やすいんだけど、その後、土が雨とかで削られて、表面が、さらされると、日に当たるとここ緑化するんですよ。あんま良くないんで、ニンニク、2個分の深さ、だからこの上にもう1個ニンニクがあるぐらいの深さに埋めてあげるか、まあそれより少し浅いぐらい、まあしっかりと埋めるようにしてあげてください。で、昨年ちょっと失敗したのが、上からこう土にグッて押し込むだけだと、自分が根っこを出す力で上に出てきます。はい、結構ね浅く植えちゃって頭が出るか出ないかぐらいに上からこうグッと押し込んで植えたやつなんかは半分近くがね、こう、ニョキッと土の上にこう出ちゃってました。なんでかって言ったら、ここ根っこが生えてくるときに、なんか足でこう地面を蹴るみたいな感じでこう出ちゃうんですよ。ということがあるので、埋めたらちょっと周りを軽く鎮圧してあげる。で、
まあ、ニンニク1個分ぐらいは上に土があるぐらいしっかり埋めてあげるといいと思います。だあんま深く植えすぎると、ニンニクがね、土圧で太りにくくなったり、特にこう、土が固まりやすいところはね、固まりやすいところだと、その土圧で太りにくくなったり、あとは引っこ抜くときに大変だったりします。なので、あんまり深植えも厳禁です。なので、バランスがいいところだと、ニンニク2個分くらいかなとは思います。あとは、この土を、今ね、その、チガヤを取り出すために、こう、ほじくり返したんで、ここね、20センチぐらい掘って、ほぐしてあります。で、それぐらい柔らかいところだと、目印をつけたところに上からこう、ぐっと押さえ込んで、で、土をこうやる。まあ、つながった。こういうところに、こうやって土のところにぐっと押さえ込んで、で、上に土を戻してあげて、トントンと。これでも十分なんですけど、ただこう押し込むと、当然押し込まれた下の方は土が固まるんで、飛び出しやすくなります。なので丁寧にやるんだったらちょっと掘ってあげるか、あるいはいっぺんにやるんだったら、三角砲ないけど、こういう三角砲とかでこう溝を切ってあげて、で、そこにこう並べていく。で、並べていって、横に避けたやつをこう埋めてあげる。で、トントンとやる。これでもいいです。うん。まあ楽なのは、ブスブス埋めていって、上からトントン叩いて鎮圧するやつ、やり方ですね。はい。まあ、その辺はね、土の固まりやすさとかを考えてやってみてください。土がね、こう、耕してない、あるいは先行した程度で、ちょっと下の方はやや硬くなってるようなところだと、溝を切ってあげて、で、そこに植えて、置いてから埋めてあげる方がいいと思います。じゃあ、とりあえずここはね、ほぐしてあるんで、さっき言った、もう押し込むやり方で、上からこうやって、植えていきます。今思いついたのは、この、棒を使ってちょっとテクニックやるんだけど、こうぐーっと引っ張りながらこれまっすぐ攻めて、ここに植えていきます。目印、はい、植えました。まあ、こんなもんだね。で、これでまあ世話をしていきます。